はい、こんにちは、カボポチです。ということで今日は釣り置く横浜支店っていうゲームをやりたいと思います。このゲームは路面電車を運転するゲームです。で、さっき少しやりました。で、最初は六尾大橋っていうところが出発です。今ではもう分かっている通り、滝ヶ島とかその辺についてはバスですね。つまり路面電車沿いをバス停があります。つまりバス停が、バスがもともと滝ヶ島っていう自体がもともとバスではなく市電の営業所だったんですね。で、今はバスです。バスの営業所に変えました。ということで次の駅は中村橋ですね。中村橋です。しかも前の電車と激突しちゃうのかなと、衝突事故しちゃいますな。40キロ今走る、45キロぐらいで。まあそうですね。いやーでも楽しいですな、このタクシー細いな。まあ車は逆に空いてますね。路面電車はほんすごい、路面電車の時とかそもそも車が復旧しなかったから、あんまりもうちょっと中村橋目的の駅だぞ。着くぞ。あと前の電車に追いついて、これ。お、着いた。中村橋ですね。今では停留所です。停留所。よーし。合わせてここだ。よーし。ドア開きましたね、ちゃんと。運転成功です。お、また電車すれ違ったぞ。出発。あれ来た、行くぞ。まあ行きましょう。次は天神橋です。まあこの辺の滝頭についた橋だらけだからね。橋が多いです。停留所も。次は天神橋とか、次は中村橋とか、橋がいっぱいあってすごい面白いんですよ、これが。まあ、川沿いだからちょっと橋に近いってやつですね。滝頭の周りって橋、川が隣り合ってバス停が橋だらけです。今の時代、この時代は路面電車が橋だらけですね。だから次は何々橋とか言ったんだな、いっぱい橋っていうのをすごい言ってたかもね。ということで天神橋です。天神っていうと福岡のとこだと思いますますが、西鉄の天神はありますが、ここにも天神って名前があるんですね。よーし、また調整だぞ、速度調整。ここだ。よーし、完了。よし、今みんな乗り降りして出発行こう。次は根岸橋ですね。もう根岸です。もう気づいたら磯子区ですね。まあ行きましょう。しかも根岸橋と天神橋意外と近いですね、やっぱ。まあ橋が近いんだろうな。到着、根岸橋。ということで停車ゾーンです。停車の時間ですね。よし、行け。ここだ。よーし、オッケー。普通に止まりましたね。根岸橋です。次滝ヶ島ですね。滝ヶ島だ。今でいうバス営業所です。滝ヶ島だ。次は滝ヶ島だですね。ちなみに滝ヶ島には自然保存館っていう博物館があります。横浜自然の博物館が。で、そこに行くといろいろと自然がありますね。あの、昔の自然があります。滝ヶ島に。だから名残がありますね、ここについては。ということで、滝ヶ島です。
でしゃーですね。お、営業車見えた。やばい、ランオーバーしちゃった。オーバーランしちゃった。ここだ。よし、停車。うん、やったぜ。面白いですね、やっぱ。次は八幡橋ですね。八幡橋橋です。しかももうバス乗ってきたも気づいたかもしれませんが、このゲーム自然の頃は磯子橋っていう駅ないですね。今では八幡橋と滝頭の間に磯子橋っていう停留所がいますが、路面電車はないのか。本当意外ですね。やっぱあれか、磯子橋は後で新設されたのか、八幡橋と違って。八幡橋はあるけどね、停留所。八幡橋と磯子橋、磯子橋があるんですね。あの滝ヶ島の間に普通だったら、だからちょっと意外でしたね。で、路面電車はバス沿いを行きます。やっぱバス沿い、市営バスと京急バスがありますね。杉浦平和町だったりありますね。磯子駅だったりいろいろとあります。バスは本数がすごい多いです。あと京急バスはもともとなんか横須賀まで行ってみたいね、行ってたらしい。もともとは特にバスで、例えば駅の名前がなく数字だけの経路は横浜市だったら横浜市の可能性高いからね。そんなもんです。八幡橋停車です。116もそうだね。もともとは横浜市だし、5系統も神奈川だって、もともと横浜市だからね、市営ですからね。だから意外と5とか数字しか書いてないバスって横浜市走ってるのは元横浜市営バスっていうヒントがありますね。ヒント分かってたら、他の動画でありました。次は浜です。浜、一文字しかない駅があったみたいね。浜、昔の横浜市で、今はバス停ですが一漢字しかない駅。でも一文字だったらあれか、津っていう駅があるか。津っていう駅ありますね。ここは浜や、浜。まあ浜もめっちゃシンプルな駅ですね。今はバス停にあります浜。ということで次は終点、芦名橋です。またここも橋ですね。橋が多いですね、やっぱこの辺は。川沿いだからね。でも本当に橋が多い。バス停、橋ラッシュですね。橋ラッシュ、まあ、橋っていうバスもありますが、大黒ふ頭に行きますとバース祭りがあります。今度は T3 バーズとか C3 バーズとかですね。ティンコバーズとかバーズって言います。バーズは橋ラッシュです。でこのまま加速しすぎすぎると前の電車と前から路面電車がドーンしちゃうので、前から路面電車だと逆走時みたいになっちゃうので、ゆっくりして、まあ電車が出るので待ちます。ここは前から路面電車ドーンしちゃうからね、逆走時になっちゃいますな。よし、動いた。よし、ここだ。加速して駅に着きます。いや、楽しかったですね。音もやっぱリアルです。 BGM もついてるよね。いやー、皆さんどうでしたかな、旅。楽しかったですな。もう終点だよ、みんな降りないとね。降りないと折り返しちゃいますよ、俺。まあでも多分ね、一駅しかし、あっちも駅やから、多分あれはね、下車専用だね、これ多分。強制降ろされてたね。荒川線とか、あれも荒川線もそうか。荒川線も降ろされるからね。もう抑えない路面電車もやれば、強制降ろされる路面電車もあるもんです。荒川線もそうだけど。まあそんな感じですね。そん中横浜市電はもともと強制降ろされるっていうか、下車があったんですね、下車駅が。ないの路面電車ばかり、そんなもんです。電車
ステージクリアやりますね。あー、一気になんか今っぽくなっちゃった。これタイムスリップと思ったんで一気に現代になっちゃいましたね、これは。ということで、いや、みんなどうでしたか。いや、楽しかったですね、今回のロベーデーションの旅も。ということで、今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら。バイバーイ。